おはようございます。早速ですが、家の近くにマレ地区にあるエンドアザストーリーズに入ってます。なんかこういうシャンプーとかボディソープとか買いたいんですけど、ちょっと荷物になるんで諦めます。ネイルも可愛いんですよね。今ちょっとしてないですけど。はい、エンドアザストーリーズ見てしばらく歩くと、そこがピカソ美術館で、でこっち行くとあのゴーフル屋さん、お菓子屋さん、ここがなんか結構美味しくて有名らしいので、ここでちょっとお菓子買って試しに1個食べて、美味しかったらいっぱい買いたいと思います。ここですね。じゃあちょっと中入って買いたいと思います。ゴーフルの他にもなんかチョコとか美味しい、パッケージも可愛い。ちょっと今食べるように個包装で1個買ったので、試しに食べてみたいと思います。意外と賞味期限が少なくて1週間なので、ちょっとあのお土産には厳しいなっていう。すぐ会える人には買えますけど。じゃあドリキンさん食べてください。ネズミさん噂のゴーフルですよ。なんか柔らかいよ、しっとりしてるね。意外とパリパリだと思ったら、私もなんだろう、フランス版たい焼きみたいな感じ、うん、ちょっといただいてみます。はい、じゃあお願いします、はい、うん、確かに、うん、どう、フランスのたい焼きバニラが人気っすって。バニラなかったね、うん、すごい。うまい、うん、うまい。これ何、マロン。わ、ここもちょっと入りたい。このバッグが見たい。ちょっとでもメルシー先行きたいので、ちょっとここはあれですね。おお、ジャパニーズマッサージ、すごい。多分こっち行って、あの突き当たりを行くみたいな感じですかね。合ってるっぽい。わ、なんかここもすごい、中入りたい。ちょっとでも先メルシー行きます。多分この通りをずっと行くとあるはず。雨すごい。はい、ちょっと道間違えましたが、やっとメルシー来ました。ここは一応行っとかないとなっていう。中入りたいと思います。すごいおしゃれ。おお、すごい賑わっている。これが噂のエコバッグですか。ちょっと買うかどうか検討中。洋服もいっぱいありますね。靴かわいい。はい、突然ですけどレストラン系ランチにやってまいりました。ここはミシュラン三つ星で日本人のシェフがやってるところです。ちょっと遅れちゃったのでドキドキだったんですけれども、まず最初に梅のシャーベット食べて美味しかったです。ドリキン緊張してます。はい、1品目、前菜かと思われます。すごい、もうエンターテインメントがすごいですね。この泡の中に上になんかこう植物が生えてる植物花が植えられてるようなアートですね。これなんか全部こう混ぜ混ぜして中に何かが、なんだっけな、なんか入ってるっすかね、うん、で、ドリキンが混ぜ混ぜしてます。もったいない。じゃあサラダです。ね、サラダですね。食べたいと思います。はい、来ました。私はあのホワイトトリュフをトッピングにエクストラで頼んだので、このトリュフの匂いがこうすごいです。で、ドリキンがキャビアが乗ってるオイスターですね。美味しそうです。キャビア満載です。はい、ちょっと2品目来ました。全部取れるかわからないんですけど、とりあえず今2品目。シーバスで最初これがなかった状態で、この点々、これも味の一部だそうです。これなんか間違いかと思ったんですけど、ドリキンの方にもこれちっちゃな点があったので、で、説明するお兄さんもこれとこれとこれを混ぜてって言ったんで、あ、これも一部なんだっていう
赤ワインって言ってたかな、赤ワインをベースにしたソースって言ってました。これがこれアンチョビだったかな、アンチョビということで、あ、これがアンチョビだ、これがアンチョビで、これなんだって言ってたかな、ちょっと忘れちゃった。はい、じゃあ食べたいと思います。どうですか、うまい、うまいですか、はい、いただきます。はい、肉来ました。私のはなんか普通の肉でサラダです。和牛で、ドリキンのが和牛ですね。いただきたいです。はい、最後デザート来ました。柚子とこれ多分バジルのソースがかかってるんですけど、柚子とバジルって合うんだっていう、ちょっと家で真似したいです。さっきから家で真似する、真似できねえよバーカって思われると思うんですけど、そこまでみんな思わないバーカ真似できねえよバーカって思うかと思うんですけれども、ちょっとなんかいろいろ食べて想像が楽しめました。バーカってないしなかなかはい、最後エスプレッソを頼みまして、最後のなんか付き添え物のお菓子単語が分かんない、なんだろう、あのお菓子ラズベリーとチョコレートらしいです。ラズベリーのチョコとチョコレート、ちょなんか説明してくれる人が本当に全然英語じゃないのに、チョコラッタっていうしラズベリーはラズベリーと分かりましたね。はい、いただきます。はい、しばらくレストラン K から歩いてきて20分、ちょっとなんかブランド通りになりましたね。シャネルやらディオールやらで、今向かってるのはなんかドリキンのライカのショップ行こうかと思ってますね。ライカ中に入りました。いろいろあってドリキン楽しそうです。なんか結構おしゃれな店内、いろいろ写真とかもあったりとかして楽しげです。ドリキンさん今日最終日ですね。はい、明日もう朝帰ることになるんですけれども、あの荷造りしないとね、朝早いですよ、朝早いんで、もう今日荷造りしない、寝ぼすけ生活でね、ちょっとに時間が短い、あ、なんか車が迫ってくる、毎日なんか10時起きぐらいになってるから、うん、ね、明日はあの8時半出発ですか ね、 ね、起きれるのか不安ですけどなんとか5分で出れるぐらいの準備しとかないと、怖い、ドキドキしてきた今から。まあじゃあいろいろお土産も買いましたし、このリミテッドのルイ・ヴィトンのチョコも買いましたし、いいですね、最後の最後で、はい、ちょっとました、ルイ・ヴィトンのバッグ買えなかったことが無念でしたがセーフ、オンラインで買いますはい、ではバイナラー。